シドウ。何？またレーネに用？けど、何を？そうね。悪いけど。待って、やっぱり行くわ、デート。行くったら行くって言ってるの。どうせ煮詰まってたところだし、ちょっとくらい気分転換も必要なのよ。ええ、行きましょう。底なしのアホ兄ね。どんだけシスコなのよ。別に悪く、その頃から指導は全然成長してないってことね。指導はそのままでいいのよ。そうなの、変わらないでいてほしい。それに私だってそんなに変わってないわよ。悪い気はしないけど、やっぱり
変わってないと思うわ、私も。だってその頃から私はシドウのこと、もう下ろして大丈夫だから。さてシド、さっきは嫌だって言ってるのに、よくもまあ公衆の面前で無理やりおぶったわね。分かってるわよ、そんなこと。そのありがとうシド。シドにおんぶされてたらなんだか安心して元気が出たわ。それと、やっぱりシドウも変わったわ、昔に比べて。シドウの背中、あんなに大きくなってたのね。全然知らなかった。ええ。したいから出てきただけ。大丈夫よ、私は全然平気。大丈夫だってば。シドウに心配されるようなこと、私ないわね、これっぽっちも。ないわ。私がしていることは私にしかできないことだもの。いくらシドウにだって変わってもらえるわけじゃないの。シドウにはシドウのすべきことがあるはず。それをするのがシドウの役目よ。代わりと言ってはなんだけど、私が頑張るための元気、シドウからもらってもいい？うん、シドウならそう言ってくれると思ってたわ。今だけちょっとだけその肩を貸して。ごめんね、小鳥ちゃんじゃなくて。シドウに聞きたいことがあって。そう、聞きたいこと。シドウは決めたんだね、小鳥ちゃんを支えてあげたいって。
それが指導の答えなんだね。ねえ、指導。私と約束しよう。これから先、小鳥ちゃんを大切にするって、何があっても話さないって、約束して。お願い、約束してほしいの。小鳥ちゃんのことだけ考えるって。そうじゃないと、きっと指導の心はいつか離れちゃうから。お願い。うん。指導なら約束してくれるって分かってた。私、信じてるよ。指導のこと。約束、忘れないで。破らないでね。絶対に。もし破ったら、その時はただじゃ置かないよ。そっか、ならいいの。ごめんね。でも、大丈夫よね。指導なら大丈夫。きっと。シド、もう朝よ。起きなさい。お決まりのセリフ吐いてるんじゃないわよ。ったく。起きないなら私も一緒に寝ちゃおうかしら。ほら、そっち詰めてよ。私が入れないじゃない。何よ。別に、まだ寝ててもいいわよ。それじゃ、早く起きてきなさい。さあ、みんな朝から出かけたみたいよ。まだ少し、ね。言っても、ちょっと疲れてるだけだから大丈夫。指導から元気をもらえればすぐ回復すると思うわ。本当よ。ねえ、指導、お願いがあるの。私頑張るから、指導のために。だから、頑張るために、元気をちょうだい。そうよ。っていうか、この前自分で言ってたじゃないの。
導におんぶされたら少し元気になったの。だから今日も少しだけ甘えさせて。そうじゃなくって、今日はもっと違うこと。シド、シドを感じれば感じるほど安心して元気が出るの。だからシド、もっと近くに来て。どうしたの？ダメなの？シド、お願い、少しでいいから元気をちょうだい。そうしたらもっともっと頑張れるから。どうして？優しくしてくれたじゃない。どうしてもダメなの？それって兄弟だから、私たちが。そう、分かった。なんて顔してんのよ。ちょっとからかっただけじゃない。本気にしちゃって。これだからシスコンは困るわ。そう、それなのにシドったらうろたえちゃってあなたの顔傑作だったわよ。それじゃあ、私もう少し寝るわ。疲れてるのは本当だから。それじゃあ、ご飯になったら呼んで。おやすみ。どうしたのだ？そうだけど、それがどうかしたのか？おお、それは素晴らしいのだ。早く行こう、お兄ちゃん。
を言ってるのだ？記憶にございません。食べたからもう寝るよ。おやすみなさい。ドム！お兄ちゃん起きろー！リックンセン！リックンセン！目を覚ませばいいのだ。それとも、お兄ちゃんの寝てないとなんとかウイルスはまだ感染したままなのか？かわいい妹の目覚ましだよ。なんだお兄ちゃんよ。昨日？ああ、夕食は最高だったぞ。お兄ちゃん起きたし、戦線離脱。さらばだ、お兄ちゃんよ。大丈夫、私がいなくてもみんなうまくやってくれるから。それよりお兄ちゃん、お昼まだなのか？ああ、お兄ちゃん、なんか用？異変？私は知らない。そういうことは大人たちに任せておけばいいの。いいのいいの。私はいつだって真面目だよ。用事が。ゲームのレベル上げ。
に聞いて人の話。それは。こんなはずじゃなかったのに、シドウのせいよ。シドウのせいよ。私は期待しちゃったの。自分の立場もわきまえず、その方がいいなって思っちゃったのよ。今の兄弟じゃなくて別の何かになれるかもって。でも指導は違うんでしょ。だったら妹でいるしかないじゃない。指導は今の関係から変わりたくないんでしょ。でもね、妹なら一緒にいられる。シドウと一緒に。うん。それもあるけどね。本当は、わかんなくなっちゃったのよ。強い、私は。
嘘よ。だって昨日は。だって、それが指導と前に進みたかったんだもの。それでいいの？もし関係が変われば、指導が苦しむかもしれない。周りから何を言われるかもわからないのよ。指導がそんな風になるの、私。私だって、指導のためなら戦えるわ。だって、一番大事な人だもの。指導！指導？あ、私、通信機外してたから、もしかして、何かあったのかしら。これから先、小鳥ちゃんを大切にするって、何があっても話さないって。約束して。シド、いいの？よかったの？シド。私も、シドを一人になんかしてあげない。
ねえ、シド。これからどうする？やった！やっぱり分かってるわね、シド！で、そんなので喜ぶほど子供じゃないわよ、もう。一応、食べてあげるわよ。何よ、そもそもね、キッズプレートなんて頼めるの？何よ、そういうこと言うわけ？気になる？じゃあ教えてあげる。ずっと一緒だよ。